それじゃあカウント始めるぞ。5秒前 4、3、2、1、 ゴー。これならいけるかも。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。すいません、すいません。ガリガリに攻めているわけでもない。すいません、なぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。最速ダウンキラーと聞いてる。こんなもんなんだ。期待して損した。なんかつまんない。なんださっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。追っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えよ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションが5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫だろう。わかんねえよそんなの。藤原氏、東横線は全長25キロと比較的短い路線だ。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は
藤原なら十分チャンスがある。圭介の言うとおり、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。するのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすいので、ある程度の重量感で粘着力が増す。ブレーキングではフロントに以上か。レンタルマネ限界が1枚。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず、粘着力が増す。限界を超えた領域でのみ、これで超軽量車。つまり、東急の限界は上り勾配の非常に弱い。ええことだ。無女子の後にこういうことだ。あるか、ないか。チャンスは薄らく、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。色は分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたと。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。